します。ありがとうございます。私たちは群馬県で誕生したメガご当地アイドル赤木団です。ステージやライブハウスとかも昨日やってきたんですけど、その他に特徴的なことね、3つやってるんだよね。はい、3つやってます。はい、1つ目は、まず1つ目が慰問活動です。病院や施設に行っておじいちゃんおばあちゃんと手遊びをしたり折り鶴を折ったりという活動をしています。はい、そして2つ目は赤城山に赤城団という森を持っていて、毎回300人ぐらいで植林活動をしたりしているエコ活動をしています。そして3つ目、群馬の名産品、例えば群馬のいちご弥生姫、群馬のキャベツ、そして名産地の温泉などを PR する活動を行っています。はい、そんな活動を経て私たちは群馬県の観光特使としても活動をさせていただいています。シャーキー、ありがとうございます。はい、今日は観光特使としてね、はい、皆さんのクリスマスイブを扱ったわけなんですけど、そうですね、そう、扱ったりしてるんですけど先ほどは、はい、バッシュルポニー、私と妹分ですね、はい、それと私たち初雪という曲でちょっとクリスマスみたいな感じを披露したんですけど、次の曲はちょっと元気にいきたいと思いますので、皆さん盛り上がる準備できてますか？はい、ありがとうございます。それでは行きましょう。それでは聴いてください。メロンソーダに恋をした。Thank you.
さんは来ますね。そうですね。この間もご飯食べに来たよね。そう、いろいろね、使ったりご飯食べたりとかしますね。はい。そう。で、なんか私さっき控室にいたんですよ。で、なんか控室のそばにチキン屋さんがあって、なんかチキン屋さんがお店を飛び出して、なんかもう机の上にね、直接なんか、ね、そう売ってて、クリスマスのチキン置いてたんでしょ。なんか今日クリスマスイブなんだって改めて感じました。ね、ちょっとあんまり時間なかったけど。ねとかね、お店もすごいね、クリスマスの飾り付けになってたりとか、去年と違うクリスマスツリーになってる、ね、そう、すごいね、プレゼントもいっぱい、ほら、今日は、初めに4モールの大田に来れてすごく嬉しいです。皆さん、素敵なクリスマスイブをお過ごしください。はい、ありがとうございます。それではね、次の曲も行きましょう。聴いてください、ラブ青春の神様。新曲だ。I'm not afraid to die.
それでは